はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日も人生相談乗りながらのバイオハザード RE3 やっていきましょう。カチャッカチャ。はい、いらないアイテムはね、いきましょうかね。で、今回は、ゾンビたちが大量に押し寄せてくるところなんで、一掃していきましょうかね。で、うわ、ムービーに入るのでそれを見ながら、人生相談やっていきましょう。ヤツらの侵入経路を出す。窓のシャッターを下ろすぞ。今回相談じゃないな、これ単なる僕に対する興味という感じですね。ちょっと待ってね。あ、ムービー終わっちゃうかな。あ、大丈夫かな。はい、ブルーホースさんのなんか日常でぶっ飛んだエピソード、面白いエピソードなんかがあったら、興味があります、ね、教えてもらえないでしょうか。ということで、なんか別にね、僕ね、平凡な毎日を過ごせているんで、なんかこれといってなんかね、面白いエピソードとかって別に日常の中であるわけじゃないから、これ答えるの難しいな。なんだろうな、ごめんなさいね、なんかちょっと作業みたいに簡単にやっちゃうんだけど、そうだね、まあぶっ飛んだエピソードって言えるかどうかわかんないけど、まあ、もう日常にも腹立つことばっかりだからね、仕事でね、まあ、ポンコツパートナーとかね、もうダメ社員とかそんなばっかりだから、まあまあそれはいいや。そうだな、パッと今思い浮かぶものでいくと、学生時代結構ぶっ飛んだこととか面白かったなって思うエピソードあるけどな、その一つとかでいくと、そうだね、僕は学生時代にバスケやってて、で1個上の先輩に、まあ、ユウ先輩っていうのがしたせい、まあ、ユウ君って呼んでたんだけど、僕らの あのところは君付けで呼んでたんで、先輩のことを、まあ、ユウ君っていうのがいて、まあ、ユウ君と Y 君と、まあ、3人で帰ることがあって、そのユウ君っていうのが、まあ、大してバスケ上手くないんですけど、素行が結構面白いっていうね、まあ、気候というべきなのか。で、ある日その部活終わって一緒に帰ってたら、なんか急にちょっと今から俺男見せるわとか言い始めて、でなんか電柱の前で立ち止まって、なんか中腰になってスイーとか言って、急に電柱バーンって右手で殴り始めたんですよ。その時にカーキコーとか言って、なんかブル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 やってて、でなんか大丈夫なんすかとかみたいな話をして、いやいや男見せたやろみたいな、こんな硬いの俺殴れんねんねみたいな感じで急に言ってきて、パーみたいな感じになってた。次の日包帯巻いてあれやったんでね、骨折れてるっていう、バカやろっていうな。でそれで1ヶ月半くらいバスケできなくなって、まあもともと試合出れるような実力を持ってる人じゃなかったんで、終わったわみたいな、練習出れないしって、1ヶ月半なんかただただ左手でハンドリングしまくってて、なんかちょっと上手くなったっていう、ただそれだけの出来事。いやー、おもろかったな、あれは。なんか急にセイとか言って、男見せたわーって次の日は部活の時に現れて、全然なんかめっちゃ落ち込んだ顔してるから、何してんのかなって思っていたら、普通に包帯巻いてたっていうね、病院行ってるっていう、なんでそんなアホなことしたのかって。それと違うタイミングとかでなんか急に立ち止まって、俺今これにハマってんねんとか言って、腕スーッたりドドンバーとか言い始めたりとか、まあ、そういうバカな人やったな、ユウ先輩。懐かしいな、ユウ君。生きてんのかな、今な。ほんまになんかありとあらゆる色素を奪われたくらい肌の白い人やったんですよね。まあ、そんなことがありましたね。まあ、皆さん、体は大事にしてください。だめっちゃ固まったね、今一瞬で。あとは、そうだね、これも中学の時の部活で、全然こっち知らない。待って。全然知らないじゃん。やば。あ、びっくりした。あとはね、あれ、なんだっけな。なんか、中学の時のその土日って、まあ、大体その1年生の時の話だったんだけど、まあ、大体その1年生がちょっと早めに来るみたいな、体育館なんか入れないから結局早めに来たところで意味がないんだけど、とりあえず先輩たちを待つみたいなところで、で、まあ、ボール持って待ってたんだけど、
まあ、ちょっと同級生がまあなんか3人くらいで、まあ、1人ちょっとねあのぽっちゃり系のなんかだらしない感じのやつだったんだけど、そいつと、まあ、他の2人となんかパスの練習、まあ、練習ってかもうほぼいじめみたいな感じだったんだけど、パス練みたいな感じでボール投げ始めて、で急になんかあのふざけ始めてうらうらみたいな感じでこう野球投げみたいになってきたんですよね。その片方のやつがあれ片方のやつが野球投げみたいなことし始めて、でちょやめろよみたいな感じでやめろよやめろよとかって、でなんかそのやり取りをしながらお前キャッチしろよとかってやっとったら、なんか急にね急にじゃないかなんかボールバーッ投げた時にたまたまそのボールキャッチできなくって腕に当たったんですよ。腕に当たって痛い痛いとかって言い始めて、でそんな大げさやろみたいな周りが言っとって、でもなんかずっと痛い痛い痛いとかってずっと痛い痛い痛いって言って、ね、そんなになんかまずいとこ当たったみたいな感じで、もうなんかそれずっとなんかもう言ってるもんやからみんな心配になって、そいつのところ行ってみたらボールがその落ちてます、足元に。で足元見たらそのボールに鉢ついててものすごい奇跡的な話なんだけど、ボール投げた時にたまたまあのキャッチし損ねたその腕とボールの間に鉢が入って腕に刺さったっていうオチでそいつの左腕やったけどめっちゃ腫れ上がって、結局その日練習できずに病院に行ったっていうエピソードとか、ぶっ飛んだっていうか、まあ、個人的には面白いエピソードかなっていう感じはするかな、うん、まあバカやな、まあ、中学生あるあるみたいなね感じがするけど、ワクチンがしっかり効いてるかな。あとは、まあ、それに先輩と同級生のエピソードってやることだ、ね、やることってなんだ、まあ、街はもうすぐ爆破される、まあ、お前は政府に連絡してくれ、とこれはもう忘れもしない、2011年じゃない、ごめん、あそうだ、2011年1月31日やな、これ覚えてる、あの高校3の時で、で大学受験の1日前やったんですよ。でその頃って1月は高校3年生は午前中授業くらいしかなくって、で帰ったらまあ自習しましょうみたいな時期で、でまあ、あの最後の授業を終えて帰ってきて、で、ね、受験のための準備しなあかんなみたいな、まあ、ちょっと初の、その一発目の試験だったんで、次の日がそわ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 してたんですよ。でいい知らせ、ドキドキしながらあの家帰ってきて、で家帰ったらその弟2人を中学校に通ってたんで中学行ったりとか、それからおかんがパートで親父は普通に仕事だったり、僕しかいなくて家にいて、たまたま鍵を忘れちゃったんですよ、家の鍵忘れちゃって、あやべえ家に入れねえと、でも時間潰すようなところもねえしどうしよっかなと思って、で仕方ないから当時一戸建てに住んでて、で2階の自分の寝室を下から見上げたら窓が開いてるなっていうのが見えたんで、窓の鍵が開いてるなっていうのが分かったんで、よっしゃじゃあ入ろうっつって、まあちょっと壁を登って、で木と壁を登って侵入みたいな感じで入ったんですよ。で入って、あよかったこれで家入れるわみたいな感じで、カップ麺食って昼飯ちょっとね、まあ、腹満たしてで勉強しようみたいな思ってたら、ピンポーンってなって、あのお湯沸かしてる時ですよ、夜間でピンポーンってなって、誰やねんこんな時間帯にと思って、で夜間の火止めて窓の外覗いてみたら、3人くらい男の人立ってて、そうでしょ、なんかやばいな、3人も何と思って、で入ってたら、すいませんちょっと警察で今通報があったんですけどって言って、警察なんかあったんかなと思って、通報ってなんやろみたいな感じで、で見てみたら、すいませんって今ねってこの家にね泥棒が入ったって通報あったんですよ、えマジでってなって、いや俺じゃない、でカルロスが助かった、あなたこの家の人ですかって、そりゃそうよ俺この家の人間や思って、そしたら多分やけど、多分はっきり言われたのが、俺がたまたま窓から侵入したのを見てた人がいる、私も行くわ、待て放送を見たで、それが泥棒やって間違って通報入って、警察さんに、あらゆる手を尽くしてる、
もうほんまにバカなことしたなっていうことは結果経験ありますね。私もよ。で、まあ職質とかで警官に一人二人にね呼び止められたみたいなことを経験している人って多分いると思うんですけど、さすがにね警察3人にいきなり囲まれたみたいなことを囲まれたっていう人はまあなかなかいないんじゃないかなって思うんですよね。うん、でしかもでそこでまあいろいろ聞かれたんですよ。この家の人ですかって、じゃあ住所は電話番号はお母さんの名前はとか、あなたの身分証明書あるつって学生証を出したりとか、なんかいろいろそんなんしたりとかして、そうでその後にごめんなさい、でその後にじゃあねって言って、どっから入ったのか教えてって言って、あっからですって言って、いやね、あんな、あったね、そんなね、ところから入ったら、それは見られてたら警察通報されるでしょ、みたいな、めっちゃ怒られて。で、まあ、当時、まあ、その時の格好もやばかったんだよね。まあ、寒いから1月のど真ん中、終わりだし、ね、真冬だから、黒のその、ね、ズボンに、黒の、ダウンジャケットに、で、ニット帽を被ってマスクしてっていう、完全泥棒スタイル。みたいな感じだったから、そりゃあまあね、みんな誰がどう見ても泥棒やなっていう格好をしてて、で警察呼ばれていろいろ猫に箱に引かれてみたいな感じで、でその後にじゃあまあね、証明できたから今日はもう帰るけど今後注意しなさいよみたいな感じでめちゃめちゃ怒られた結果、帰るかなと思ったらさらに警察がパトカーがもう1台来て、そこに2台か、パトカーが2台来て合計3台来て、で結果的に警察8人に囲まれて説教をまた食らうっていうね、君分かっていることの重要さがあって、我々もね泥棒を逃がさないためにねこれだけの大人数動かなきゃいけないんだよ、君一人のためにねとかって言われて、いやいや知らんしと思って、泥棒じゃないしそもそもと思って、通報したやつを怒れよって間違えてんだからそいつがって思って、ただその受験をこう間近に控えた精神状態で、そわそわしている精神状態で、なのににもかかわらず警察官にボロボロにされて、でおかんに帰ってきたらこれは怒られると思って、おかん帰ってきた時に土下座して待ってたんですよ。でその話伝えたらめっちゃ爆笑されたほんまにね、注意せなあかんやんはははみたいな感じでめっちゃ爆笑された。うん、そうで、ちょっとね、まあ、大したあれじゃないんだけど、まあ、なんか精神的にショックを受けてたっていうのもあったから、まあ、結局ね、その年に受けた、なんだっけ、受験は全部失敗して浪人する結果になったんですけど、いろんな試験を受けた中で、それが一番、次の日の2月1日の試験が一番結果悪かった。60点くらい、合格点に足りなかったから、あとはね、その年は、その次で10点とか5点とか足りない試験かばっかりだったから、うん、あと一歩ってところだばっかりの試験のところを2月1日の試験だけ60点足りないという圧倒的脆い精神で挑んだ結果、もうボクロクソだったっていうね、結果になっちゃったというところだったんですよね。はい、警察マジで恨む、あと通報したやつマジでボコスカしたいっていうところですね。はい、じゃあ、次進みたいところなんですけど、しょうもない話ばっかりが続いたんでね、一旦ここで切りたいと思います。なんか全然人生相談じゃないな。なんか、それだと思って見に来てくださった方、今日全然違う話題で失礼しました。まあ、こんな回もあっていいかなと思います。で、今見てたら、今22個くらいあるのかな。このゲーム中に多分消化しきれない話とかは、バイオ4、5、6っていうのを次やっていこうと思いますんで、まあ、追加でね、来ればまたお答えしていきたいと思いますんで、引き続きお願いします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。